かもしれないけど。お、目が覚めたか。そんじゃ結論から言うぜ。周りを探索してみたところ、怪しいもんは見つからなかった。これまでの2つの元凶から見るに、入り口を担うものがあるはずでござる。まだその時が来ていないということでしょうか。つうことはもうちょっと待つ必要があるってことか。そうです。それにフィッシュルがいません。彼女はきっと私たちより先に入り口を見つけたいと思っているはずです。もう少し待ってみましょう。元凶に、いえ、フィッシュルに時間をあげるためにも。浜辺に何か落ちてるみたいだぞ。一冊の本、隣にはカラスの彫像のようでござるな。この彫像、なんかオズに似てるような。なぜ一緒に現れたのでしょう。まさか彫像がこの本を持ってきたとか。これなんだろうな。日記か。どれどれ。聖国の栄章、聞いたことのない本ですね。あ、見ろよこの表紙。まさかフィッシュルが書いた本か。言われてみれば確かにあいつが書きそうな本だな。聖国の栄章、いいタイトルだ。気に入った。何やら神聖なものを感じる名前でござる。どうする、触ってみるか。まだ帰ってきていませんが、仕方ありません。先に見てみましょう。もしフィッシュルがこの本を見つけたら、きっと私たちを探しに追いかけてくるはずです。そうだな。日記を誰かに覗かれるようなもんだし、絶対入ってオイラたちを止めに来ると思うぜ。今の国民にその記憶はないが、学者は知っている。生徒時代より約600年前、混沌の時代に皇女殿下がこの世に現れたことを。え、まさかのナレーションですか。さすが本の中の世界だぜ。防白が物語を語ってくれるなんてな。道が途切れてて先に進めなそうだぞ。あそこに装置があります。まるで私たちが近づくのを待っているかのようですね。オイラ思ったんだけど、なんか全体的にあからさますぎないか。聖国ですからね、多めに見てあげましょう。それもそうだな。それにこんなに見え見えってことは、本当は誰かに気づいてほしいってことだろうし。さすがフィッシュル、こんなところで恐ろしく素直だな。彼女は生き霊を憐れみ、彼らが苦しむ姿を見たくなかった。絵に夜の色と玄武を抜き取り、万物を庇護する夜を最初に紡ぎ出したのだ。進化は皇女殿下の力をあがめ、彼女の呼びかけに従った。後に
雄野浄土と呼ばれる神聖なる国へと移り住んだのだ。本当に雄野浄土のことだったのか。かなりしっかりと作られているようです。悪くありませんね。我らは聖国を作り、皇女殿下を至高なる人と仰いだ。また、歯科や演劇、冒険などを国に持ち込み、雄野浄土の輪郭を作り上げた。
して雨が止んだ時、皇女殿下は天の階段を降りられたのだ。臣下たちは殿下が放つ最上の栄光を目にしたのである。粉々よ。
戦闘。はっ、うわっ、それこちらです。助けてください。これって彫像だよな。そんなこと言わないでください。私は歴とした竜夜浄土の騎士で、レオンと申します。騎士？全然そんな風には見えないけど。見えませんか？まあ、この際それはいいでしょう。しかし、ヨガラス騎士の鎧を設計し、支給してくださったオズバルト様のことはどうか責めないでください。聞いたことありませんか？オズバルド・ラフナビネス、オズのフルネームです。メギストスの方がまだ言いやすいな。うむ、拙者もそう思うでござる。は、みんなそう言います。皆さん楽しくおしゃべりされているところすみません。邪魔するつもりはないのですが、この先の扉が施錠されていることを皆さんご存知ないですよね。ああ、確かに知らなかったけど。親切なあなたたちが私を助けてくれましたら、扉の開け方を喜んで教えましょう。そういうことでしたら助けてあげましょう。英雄たちよ、心より感謝いたします。この胸の気持ちは言葉では言い表せないほどです。扉を開ける合言葉は、我が民に自由を与え古き法則にとらわれぬようにです。どうかお忘れなきよう。
外が開けたわね。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬようにか。最初期間、各領主たち、忠実な夜ガラス騎士は塔に登り、皇女殿下に忠誠を誓う。鮮やかな紫色のドレスに口づけすることを、この上ない栄誉であると思った。行き止まりみたいだな。本が一冊あるだけだ。さっき聞こえたのっておそらく本に書かれてる物語だよな。なるほど、署名にあった聖国は夕夜浄土のことのようですね。この本は民の視点から皇女殿下を賛美しているのでしょう。最後のページまでめくってみたが、この物語にはまだ続きがあるようでござる。続きはどこにあるんだ？オイラ気になるぞ。それは探索を続けるしかないであろう。それより読み終わった本は閉じた方がいいと思うでござるよ。場所が変わったようです。ただ浜辺に戻ったわけではなさそうですね。ここってモンドの家みたいだな。ごきげんよう、いたたあたき断罪の皇后よ。愛しいエミちゃん、ステーキと漁師トーストを作ったわよ。さあ温かいうちに食べましょう。あは、母上。あらら、私ったらうっかりしてたわ。断罪の皇女よ、何時は気づいていたか。今は昼下の時であることを。ええ、もちろんよ母上。ああ、窓からの眺めがなんと美しいことか。皇女に皇后よ、断罪の皇帝である世と共に野垣に興じようではないか。
景色を楽しみ、天から賜りし美味を満喫しよう。ええ、喜んで。そのみんな何か言いたいことはあるだろうけどさ、単刀直入に聞くけど、エミちゃんってフィッシュルの本名か？だろうな。それからさっき聞こえた二つの声はフィッシュルのお父さんとお母さんだと思うぞ。どうして私を見るんですか？失礼かもしれぬが、そのメギストスとは本当にお主の名字でござるか？まったく、私をバカにしないでください。先生術師である私のフルネームはアストローギスト・モナメギストスで間違いありません。すまぬ。長いな。この名を持つことができるのは天才だけなんですよ。どういう理屈だよ。それより先ほどのあれ、どう思いますか？一つ確信したのは、本を閉じることも元凶に変化をもたらす一種の方法なのでござろう。でもフィッシュルの家族まで彼女に付き合ってあげてるなんてすごいな。いつもあの調子だったわけではないと思いますよ。あの声の感じからして、多分幼少期の思い出かと。大きくなってからも同じかどうかは分かりません。モナはよく知ってるな。友達なんだから、これぐらい当然のことです。フィッシュルは今どこにいるんでしょう？先ほどの話では出かけると言っていた。様子を見に行ってみるでござるよ。何か手がかりが見つかるやもしれぬ。感じ最悪です。まるで先生術の教本を買った後に偽物だと気づいた時や、夕食の途中で財布を忘れたことに気づいた時みたいです。もやもやします。二人ともかなりショックを受けてるみたいだな。かくいう拙者も読んでいた本が打ち切りになるのは好まぬ。そりゃ誰だって嫌だろう。みんなもう一回元凶の中に入ってみようぜ。おう、それもそうだな。すぐ出発しよう。ん？何も起こらぬな。場所もそのままでござる。あれ、さっきまで入れたのにどうして入れてくれないんだ？どういうことですか。せっかくあそこまで読んだのに意地が悪いにも程があります。ふむ、もしかするとこの本はもう最後まで読み終わったのやもしれぬ。元凶から離れる前、最後のページをめくったであろう。拙者が思うに、この聖国の詠唱は一冊で完結しないのではないだろうか。まるで安っぽい娯楽小説みたいな売り方だな。続きは下巻を買ってくれってことか。何が何でも結末が見たくなってきました。ふむ、結末か。みんなその続きが気になってるみたいだ。あ、そこにいるのは誰です？おっと、まずい。僕を見てるな。姿勢を正さないと。あなた。僕は道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。その名前、役割が丸分かりだ。ではアーノルド、あなたに聞きたいのですが。アーノルドじゃない、道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。道を聞かれるのが好きなアーノルド、
聞きたいことがあるのですが。何でしょう、お嬢さん。聖国の栄章の続きを知っていますか？どこにあるのでしょう？それなら僕に聞いて正解だ。聖国の栄章は雄野浄土の聖典であり、3巻まである。残り2冊は王城にある2つの高きところに隠されてるんだ。もし第2巻を探すのなら、高い塔の上まで行かなければならない。高い塔ってあの塔のことですか？そう、あの塔に聖典が保管されてる。向こうの洞窟をよく調べれば、あそこへと通ずる秘密の近道が見つかるだろう。ありがとうございます、アーノルド。アーノルドじゃない、道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。美しきお嬢さん、他に聞くことはないかな？彼女がいるかどうか、給料をいくらもらってるか。ありませんね、さようなら。あの夜ガラスは放っておきましょう。向こうの洞窟にある秘密の近道を使えば塔の上へ行けるようです。早速行ってみましょう。ああ、お嬢さん、本当に僕に興味がないと？君があまりに美しいから雄野浄土の秘密を教えたというのに。あんまりじゃないか、お嬢さん。それかかれトンよっ。どの目が出るか、わめきなさい。なかなか、はい、結霜せよ。よっ、目には目を。早く、はい。ボンボン爆弾、弾けだ。粉々よ。ふっ。ボンボン。砕け散れ。それ。視界が開けたわね。あのお嬢さんの顔を見た感じ、何かまずいこと言ってしまったのだろうか。どうすれば彼女に気に入ってもらえるのだろう。早く。ボンボン爆弾、人生は舞台、逆もまたしかり。自分は役者か観客か、時に見失う。解明者よ、教えたまえ。すべての運命を書き記すもの。慌ただしいな。それどこから盗んだんだ？でたらめ言うなよ。この光るものは偶然拾ったんだ。へえ、見せろよ。昨日姫様がなくしたやつにそっくりだな。
え？でも偶然見つけたんだぞ。まさか誰かの策略か？お前を陥れようとしてか？ひょっとして、はあ、またセリフが飛んじゃった。しっかりしろよ。大して多くないだろ。脚本か、次のセリフは。ひょっとしてお前にそれを盗まれた賊だ。横暴な感じでな。ひょっとしてお前にそれを盗まれた賊。うん、覚えた。もうよし、じゃあ最初からやるぞ。解明者よ、見つけたか。すべての運命を書き記すもの。大体役に立ちそうね。早く。それ。よし、はい、結霜せよ。ジャッジメント。よっしゃ。ほっ。
よっ、早く。大体役に立ちそうね。待て！お前ら何者だ？その様子、雄野浄土の進化ではないな。いえ、何しに来た？まさか守衛がいるなんて。え、何をするつもりだ？殿下の進化だと？それを証明できるのか。まったく、そのような横柄な質問をしてくるとは、あなたたちの視野の狭さを証明しているようなものです。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬように。それは雄野浄土の合言葉。本当に殿下の進化だったのか。なんてことを。皆さん、失礼なことを申してしまいすみません。ほら、もう下がったらどうだ。ええ、今すぐ姿を消します。よし、行ったな。これが聖国の栄章第2巻でござるな。皆の者、準備はできておるか。おう、出発だ。
しかし幽夜浄土は悪夢のように広がる暗雲に包まれた。蛇竜タスラクが地下へと潜り、海底を渡って王城の上をさまよい始める。え、竜が現れたのか。空が少し暗くなっただけだと思うけど。竜、それは何かを指す比喩ではなかろうか。なるほど。彼女を否定し、その妄想に異を唱えたものすべてが彼女の宿敵である蛇竜タスラクになったわけですね。進化は期待を悟り、救世主に祈りを捧げる。わめきなさい。へい、はい、よっ、はっ、結相せよ。よっ、勇者オズよ、何時の目にした真実によってこの私に道を切り開け。見えざる欠損は全て幻。お嬢様は目に見えない欠陥など存在していないのと同じだとおっしゃりたいのでしょうか。
女殿下は降臨したが、大戦による災いは王城にまで及んだ。ついに彼女は制裁の雷をもってして竜の鱗を貫く。竜の血による嵐の中、彼女は言葉を告げた。
わめきなさい。それジャッジメント。やった。ほっ、誰かいますか？助けてください。もう今大事なとこだったのに。工場は最後になんて言ったんだ。今の声どこかで聞いたことあるな。もしかしてまたあのヨガラス騎士のアンちゃんじゃないか。はっ、やっ、わめきなさい。よっ。ああ、よかったです。あれ、またあなたたちでしたか。それはこっちのセリフです。またあなたですか。このような無様な姿を幾度もお見せしてしまい申し訳ありません。やはり今の実力では立派なヨガラス騎士を演じるのはまだ早いようです。演じる？ええ、恥ずかしながら私は本物の騎士ではありません。最近劇団で騎士役をもらった新人役者で、役作りのため準備をしていたんです。それって胸を張って言えるようなことなのか？皆さんはご存じないかもしれませんが、幽夜浄土で演劇とは非常に重要な文化なのです。良き演出は皇女殿下への一番の恩返しになります。へえ、つまりあんたらんとこ特有の文化ってことだな。ええ、そうなりますね。ですので騎士を演じられるのを私は誇りに思っています。あなたたちの皇女殿下はなぜ演劇が好きなのでしょうか？皇女殿下は昔このように言ってました。私のために祭典を催し、荒野で劇を演じよ。私にひれ伏し、英野の栄光と引き換えに純潔の玄武を捧げなさいと。おそらく皇女殿下は真の芸術とは何たるかを知っているのでしょう。人間の奥深くに隠された喜怒哀楽を見分けることができるんだと思います。演劇において魂とは感情の凝集と昇華です。
演劇への理解が深い方はきっと繊細で情緒豊かな心を持っているんでしょうね。なるほど。教えていただき感謝する、騎士殿。あなたは私のことを騎士と呼んでくれるのですね。嬉しいです。ありがとうございます。それでは私はこの栄光とともに己の戦場へと赴きます。皆さん、縁があればまた会いましょう。もう会わなくて済むように今度こそ気をつけろよ。あ、そうだ、扉を開けるための合言葉をお教えしますね。命令に従え、翼を広げて出航せよ、です。視界が開けたわね。よっと、よっ、はっ、粉々だよ、はっ、はい、欠損せよ、それ、痛がっちゃいない。視界が開けたわね。早く
翼を広げて出航せよだな。おお、コンが現れたぞ。偉大なる父上、母上、ごきげんよう。今日は夕夜浄土の祭典の日。二人には、エミちゃん、その年になってもまだそれを続けるのかい？もう大きいんだから、童話の話を信じるのはやめなさい。でも、そうだ、お母さん新しい本を買ったの。楽器の弾き方が詳しく載ってるから読んでみて。いいわね、より有意義に時間を使うのよ。お母さん、わかった。また戻ってきたな。偶然にもかの邪竜の正体を垣間見たでござるな。ああいうのすごく共感できるぜ。あたいたちの趣味を時間の無駄だと思ってる人がたまにいるんだよな。おや、あなたは。僕は道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。いえ、私が言いたいのは、どうしてまたあなたがここにいるのかです。そろそろ君たちが聖国の栄章の第3巻を探してる頃だろうと思ってね。ええ、その通りですけど。親愛なるお嬢さん、君が僕のためにすることなど何もない。君の美しさこそが僕への一番のご褒美なんだ。だから君が求める答えを今ここに捧げよう。聖典の第3巻は王城の最上階にある。そこに見張りはいるだろうか？ああ、もちろんいるさ。何をバカなこと言ってるんだ。貴重な本を野ざらしにするような国なんてないだろ。つまり、そこもヨガラスによって守られておるのだな。聖典を守るのは進化にとってこの上ない栄誉だ。でも、こちらのお嬢さんはきっと聖典を読みたいだけなのだろ。はあ、君はなんて美しい顔をしているんだ。その上知性に満ち溢れている。君の仲間も、英雄のような顔立ちをしているし、きっと聖典に秘められた物語を理解できるだろう。大書記官のオズ様が伝えし殿下の偉業は夕夜浄土の宝。あの本を読むたびに殿下が幸せであることを願うばかりだ。それを欺く者は得てして他人に騙される。解明者よ、教えたまえ。最後に宝を手に入れし者を。バレないようにちゃんと埋めろよ。あまり深く埋めると見失うよ。兄貴、あれで本当にみんなをごまかせるの？へっ、本物を埋めてしまえば偽物だとは誰も気づくまい。ほら早く偽の光るものを陳列しろ。見ろよ、ここを掘ったら光るものが出てきたんだ。本物か？まさか。でも本物に似てるな。あの本物とすり替えられるんじゃないか？
らっしゃいらっしゃい。今日の商品はレアものですよ。後ほど競りにかけますから、ぜひ覗いてください。お宝は誰の手に？よし、すり替えた。ズラカレ、君たち何してる？その光るものは何だ？やべ、バレた。しょうがねえ、物を捨てて逃げろ。ん？これは本物のキラキラするものじゃないか。俗に偽物にすり替えられるところでしたよ。白昼堂々盗っ人とは恐ろしい。早く陳列台のと取り替えてくれ。商品を陳列してこれでよし。だがこっちはどう処理すれば？へっ、おもちゃにでもすればいい。解明者よ、見つけたか。最後に宝を手に入れし者を。大体役に立ちそうね。それ早く。よっしゃ、ほっ。よっ。よいしょ。Thank you.
砕け散れ。それ。またお前たちか。なんだよ、オイラたち皇女殿下の進化だぞ。いいや、でたらめを言うな。皇女殿下が君たちのような小物を認めるはずがない。はあ、まったく今の自分の発言に責任を持てますか。もう一度言うが、皇女殿下が君たちのような。何時は今誰のことを小物と言った。皇女殿下に、オズ様。ユーヤ浄土の神家たちにそのような無礼なことを言うとは、守衛の諸君はいささか礼儀に欠けているようですね。私が自ら選び抜いた神家たちを軽んじるとはね。早々に立ち去りなさい。しかし。しかしではない。はっ。フィッシュルにオズ、お前ら戻ってきてくれたのか。ひとまずそう思ってくれていいわ。お嬢様は元凶には向き合いたくないが、時間をかけてここまでたどり着いたからには皆様を見捨てるわけにはいかないとおっしゃっています。モナが言ってた通り、この元凶に向き合いたくないんだな。日記を誰かに覗かれてるような気分になるもんな。ふん、浅はかね。もし私がたやすく流されるような人物だったら、こんな立派な夕夜浄土この世に存在していないわ。お嬢様はここには別の問題があるとおっしゃっています。問題？何かあったのでござるか。その話はまた後にするわ。まずは用事を済ませるわよ。さあ行こうぜ。本はもう目の前だ。ぼーっとすんなよ。早く。よっと。よっ。人は立場によって心を変えるが、時には風向きに応じて舵を取るのも一種の知恵。解明者よ、教えたまえ。真に騙されし者を。おい、交換するブツを持ってきたか。ああ、あんたは持ってきてくれたのか。うん、ほら、こいつに見せてやれ。どれどれ、1、2、3、確かに光るものが10個。気をつけろ、みんな偽物だ。この光るもの、思ったより光が弱いな。物を手にしながら渡すのを渋るまいな。取り決めは守れよ。渡すだって。あんた信用できないと見抜いてたさ。持ってきてないね。いや、物は持ってきたよ。俺が持ってる。どういうことだ。まさか
あんた彼らのものか。すまないね、仏を持ってくるのには苦労したよ。さあ仏を持っていけ。では親分、仏をどうぞ。何、お前ら彼らのものじゃなかったのか。俺と戦おうなんぜ100年早い。あんたを誘い出すため一芝居打った甲斐があったぜ。解明者よ、見つけたか、真に騙されし者を。新たな発見ね。壮大で脆く、巨大で臆病、驚天動地とはこのことね。気分が悪いわ。お嬢様はこれほど横行な元凶は見たことがなく、本人も驚いているとおっしゃっています。早く、それだな。フィッシュル、これってお前のか？うい、少し考えさせてちょうだい。お嬢様、その必要はありません。これはかつてお嬢様が悲しみのあまり手を滑らせて壊してしまった城のおもちゃかと。オズ、それを言わないで。今思い出したわ。私の城は二つの部分が欠けてしまったの。ってことは、その欠けた二つの部分を探せばいいってことだな。竜の血による嵐の中、彼女は言葉を告げた。我が民に自由を与え、古き法則にとらわれぬようにと。この知恵と博愛に満ちたお言葉、まさにお嬢様が書かれたもの。この王国はそれとは全く違って見える。背後にどのような影が隠されているのか気になる。皇女殿下は再び歌い始める。雄野浄土の聖歌を。結束せよ、よっ。
砕け散れ。それ。それ。早く。よっしゃ、やった。石を拾って城と町を作り、山や海を開いた。紺碧に輝く我らが王国は小さくも金器の楽土である。
わめきなさい。はい、渚のリング粉々だよ。それジャッジメント、ブワンガバンガー。やった。それ、うん、はっ、
めきなさい。はい。それ、結霜せよ。そら、そこ。砕け散れ。早く。進化が彼女を拝んだ。すると彼女は私のために祭典を催し、荒野で劇を演じよ。私にひれ伏し、英野の栄光と引き換えに純潔の玄武を捧げなさいと告げた。いい結末になりそうだな。
助けてください。なんとなく現れる気がしてたぜ。そう言わないでください。確かに未熟ではありますが、絶対にこれが最後だって予感がしてるんです。あんちゃん、こんな調子でこれから先どうやって外を歩くつもりだよ。旅には体力と胆力、それから危機意識が必要でござる。体力と胆力が身についたら危機意識を高めるといいでござろう。皆さんのお言葉しかと胸に刻みます。でも今度こそ本当にお別れです。気づきましたか？空は晴れ、海面は穏やかで美しい姿を見せています。このような日を迎えるために私たちは長いこと待ち続けてきたのです。皆さんは私のようなうっかり者が役者になれるのかと疑問に思ったことでしょう。でも信じてください、これは決して偶然手にしたわけではありません。ヨガラスは常に仕事を探しています。仕事、すなわち運命です。私たちは自分が果たすべき役割を見つけるため生まれてきました。あなたたちはまだご存じないかもしれませんが、聖国の詠唱とは実は予言書なんです。予言書？あれってお前たちの聖典じゃないのか？ええ、そうです。数百年前、雄夜浄土が不吉な気配に覆われた時、私たちの主は国を治めることに興味を失ったかのように何も行動を起こしませんでした。その後のことです。ある日、大書記官オズが姿を現しました。